前田殿も。毎度岩本でございます、今回の動画は5月11日、ペイペイドームで行われましたソフトバンク対日本ハム、その模様をお届けしたいと思います。結果、6対3で、ソフトバンクが勝利、ファイターズは惜しくも敗れてしまいました。その試合なんですけども、先発はファイターズ北山で、ソフトバンクは藤井と。さあ、ファイターズ目線の解説ですけども、1回の表矢沢のツーベース、そして福田のライトフライで三塁進塁、そして谷内のスクイズで1点先制。これ抜群の先制ですな。新庄監督もこういう野球、一つのヒットギラギラで得点を取れる、しかもそれが先制点である、最高のスタートを切ったというわけなんですよ。でまた谷内のスクイズもランナースタートして、もうディスボールハフトゥーですよね。そこで決めましょうのそのスクイズがもう速攻で決まるというね、最高のスタート。そして1回の裏、北山の立ち上がり抜群やったね。三振三振と。でもコンちゃんにツーベース打たれた、うん。で柳田三振と、うん、なんかコンちゃんにヒット打たれたのが嫌やなと思うようなゲームスタート。それでも2回のピッチング見ると、先頭打者のフォアボール、その後やっぱり効果的な三振もあり、今日の北山ストレート走ってんな、体の調子もすごいいいんやろな、そんな印象を受けました。がしかし3回、海がいきなりのホームランやったね。これね、まあ、本人に聞いてみなきゃなんですけど、見ていて調子がいいからこそ、大胆な投球と大雑把な投球がすごく紙一重だと言うじゃないですか。で、キャッチャーマルチネスも2人の相性はいいと捉えていても、北山今日調子いいからこのボールできるだろうという良さを輝かせようとしたのが、ちょっと大雑把に傾いたようにも見えた。これ打たれたから4です、はっきり言って。でも1本のホームランで同点となり、次の周東にフォアボール、なんか嫌な空気流れたんよね。嫌な空気流れて、ほんで盗塁決められたり、うん、そして進塁打があったりとか、ほんだらコンちゃんが今度犠牲フライの追加点で、うん、あっさり逆転。まあことが起きた時にどうやってそのことを回避するか、ピンチの時はね、危機を回避するのかっていうのは、北山もこれから先発ピッチャーとしてこうやって経験をしながら覚えていくとこかと思います。でもホームラン打たれた後フラフラっとしたけども、ぐらついただけで倒れなかったっていうのは、やっぱ自分の自信、自分の調子に自信もあるし、北山にやっぱ先発要素がたっぷりあると、そう言えるんじゃないかと思いますね。でその後の4回も先頭打者フォアボールの後、三振三振レフトフライと、2回に続き4回も先頭打者フォアボール。この辺は今後彼が取り組む、先発ローテーションピッチャーとして取り組む上での、これは明確な課題。そのイニングの先頭はどうやってアウトに取るのかということ、まあこれは明確ですな。で5回先頭回サードゴロアウトで、シュート、三振でアウト、2アウトランナーなしから、これ川瀬にフォアボールやね。でそこで、まあ、ベンチも嫌だ、今日フォアボールの出し方が北山あんまり良くなかったんで、その先頭フォアボールが2回もあったし、ホームランの後のフォアボールとか、フォアボールを出した時の幽霊具合とか、フォアボールを出した時の彼のその心理状態があまりベンチから見ていいものじゃなかった。なのでここは、前の日の試合で、プロ初勝利を挙げた、その、斎藤光輝にそれを委ねたと。ツーアウトランナーなしからランナー一塁と。うん。コンちゃんがツーベースと、んで犠牲フライでいい仕事をしてただけに、上り調子の斎藤光輝をマウンドに上げ、コンちゃんにぶつけたわけ。でもここで出た結果がツーランホームラン。ツーアウトランナーなしからフォアボール、ピッチャー交代、そして、追加点の許すツーランホームラン。これはもう事態で言うと最悪。うん。これはもうベンチも、ああ裏目に出たっていう話やった。昨日勝ち星を上げて、ぐーっと上り調子のその斎藤光輝にそれを託す。これは当然、作戦の中ではあるべき姿であり。打たれてはいけない打者に打たれたというような感覚が強いな。ファイターズから移籍したそのコンちゃんに仕事をさせてはいけない、こういったエクストラメニューの条件もあった中で、そこでコンちゃんにいい仕事をされたこの3打席。で、次の打席はフォアボール。コンちゃん全ての打席仕事してるんですよ。これは次回のね、対戦ではね、克服したい。近藤富士というのは、これファイターズの、バッテリーの課題として挙げられたんじゃないかな。まあその後宮内も出てきて、ヒット、ツーベース、そして外野フライト。サイドハンドのピッチャーが左バッターに思うようにやられたね。宮内としては初勝利も挙げ、ルーキーとしてがむしゃりに投げてる姿、それが非常に彼らしくていいんだけども、徐々に、あ、プロ野球ってこういうことか。プロ野球の壁、うん、こういった、レベルが存在するのかっていうのを味わったと思う。マウンドに上がり、こっから抑えていくと何が起きるかわからない。そこで、栗原には、しっかりと引きつけたボールを、センターやや左方向にカチンとヒット。で、中村晃には、甘く入ったボールを、ライトに目いっぱい引っ張られる。左打者封じとはというのを今日感じたんじゃないかな。まあ、これ宮内が、今日のマウンドで本当に何を勉強として捉えて、次の登板まで頭の中を整理して、自分のフィジカルまでをも整えるのかっていうのが、まあ、リバウンドメンタリティの一つじゃないかな。うん。
精神的にもすごくこう感慨深いものがあったと思うんでね。うん、池ちゃん気合入ってたよ。杉浦、フォアボール、デッドボールでちょっとバタバタしたけども、最後ね、中村晃、最後三振を取ったボールってのはすごかった。まあ、そのボール持ち味だから、それを先行して投げたいね。ふわーっと回転で効いた、そのストレート。その後の池ちゃん、三振三振、ライト前最後ショートゴロ、強いね。あのファイヤーな投球大好きですよ。うん、もっともっと脂っこい場面でマウンドに上がれるようになると思うんで、次の登板も期待してます。まあ今守る方ピッチャーを中心に解説しましたけど、打つ方では、初回の速攻の得点の取り方ベリーグッド。ほんで7回には江越がセンターオーバーの一発、うん、三振三振、その後の一発、まあこれも彼の特徴で魅力なんですけども、バットに当たればことが起きる、そのことが大きいというね。これ試合に出続けて爆発踏むと、もっとその確率の高い打者になるんじゃないかと思ってます。そして今日マスクをかぶりながら北山をリードして、どうにか勝利のレールを敷きたかったキャッチャーマルチネス。あのバッターボックスでね、僕何度もコメントしてるけど、ストレートのアジャストが本当に良くなったね。今日も結局ストレート系のボールをライトに掘り込んでる。ちょっとバットの内側に当たったけども、持ち前のパワーでこうねじ込んだ、もう運び切ったというね。なんかそこで差し込まれてファールが多かったそのマルチネスが、ストレートに対してのアジャストの充実がすごくあると思う。あのキャッチャーとして出場して、ほんでバットも期待される、そういう出場の仕方が増えるんじゃないかと思ってますね。その後八千が今日スクイズこそ決めたけども、3番に入ってヒットが出なかったとか、野村 J がやっぱりしっかり抑えられたとか、アルカンタラも今日攻略食らったとか、中島拓も代打出てきたけどね、うん、4打席目には。まあでも3、4、5番に入ってるバッターたちが、まあ、機能しきれなかったというのが今日の敗戦の打線の要因とも言えるんじゃないかと思います。まあこんな試合もありますよ。最近各カード勝ち越してたファイターズですけども、今日久しぶりに負け越しました。でまあ勝った時にも勝った要因っていうのは必ず存在するし、まあ勝利の根拠ですよね。負けた時も負けた要因、敗戦の根拠というのも存在するので、それを勝っても負けてもしっかりと捉えた上で次のゲームに生かしたい。これはもうどのチームも同じことが言えます。それがすごく分かりやすかったゲーム内容だったんじゃないかな、分かりやすかったこのカードの戦いだったんじゃないかなと思います。でところ変わって、明日は移動日、そして土日はエスコンフィールドでロッテと対戦します。今年ロッテと分が非常に悪いんですけども、まあそれはね、シーズン長い中で戦ってるうちにどこかで逆転、天気の逆転っていうのがあると思うので、あの苦手意識は持たずにそこに立ち、いいゲームをまた提供してほしいですな。まあ悔しく負け越しとはなったけども、次のカードで切り替えてもらうことを祈っております。前時におっと、今日バースデーだった岩本が、スカパーの、副音声ビジボト対ビジターボイス、うん、そこでいろいろ話させてもらったけど、今日ね、牧野マリアちゃん、モーニング娘。の牧野マリアちゃんと一緒に解説というか、その試合を見ながら時系列を追いかけながら、マリアちゃんはグループのモーニング娘。でダンス、そして歌と、うん、そしてファンの方々の前でそれを表現するパフォーマンスを発揮するといった意味では、野球のそのチームプレーとそのモーニング娘。のチームと共通する部分いっぱいあったと思う。だからそんな中でね、珍しくあの若いマリアちゃんが精神論についていろいろ話することがあり、僕もまあ精神論よく唱える解説者ですけども、まあその必要性とかで、今時の人たちがそれをどう捉えてるのかなどなど、すごくね有意義な会話ができて、でツイッターを使いながらハッシュタグビジボ、いろんな汚い意見をもらいながらね、まあ、ファイターズは今日負けこそしましたけども、僕も非常に22歳のアイドルから勉強させられる部分ありましたよ。まあ、明日以降も岩本わーわー言うてパリーグ追いかける日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズを追いかける解説者として、52歳も精進させていただきます。毎度お気に入り。